はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムを押していきたいと思います。何にピントが合ってたの、今 <laughs>。 こっちの手帳にピントが合ってたのかな。今めっちゃこっちのさ、画面がさ、見た時にさ、あれすげえボケてるなと思った。多分こっちにピントが合ってましたね。えー、こちら仕事用の手帳です。私あんまりね、このね、中身って結構真面目なことばっかり書いてあったりとかするからさ、なかなか見せられないんですけれども、そう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 。見せられるページに関しては、そのノートの方でね、えっ、ー、と、お見せしたりとかしてるんですけれども、まあそんな感じで。ちょっとこれはね、多分ね、開いてバーンっていうね、ことはね、多分あんまりないと思うんですけれども、日々ね、ちょっと メモの量がこう増えているのでだいたいこれなあ読書記録とかも書いてあるから余計だねもうめちゃくちゃねあのー、とってもとっても書いております。<laughs> でいつもはこちらのこれね「ツバメノート」のこちらのメモ帳ですねこれまあ勉強用とあとプラス日常のメモみたいな感じでネタ帳みたいな感じで使っております。 で、これとこれを、このゴムバンドでくくって、よいしょっと。こんな感じでね、ゴムバンドでこれ閉じて、えー、持ち歩いております。こんな感じで。めちゃくちゃ可愛いじゃろで、こちらがメモリストのデュオ、デオ手帳ですね。まあ、こちらの開封動画に関しては、ちょっと前にね、おととい。 おとといの前、まあ、そのぐらいの時に、えー、あると思うので、ぜひぜひこの、ね、動画を、ね、初めて見たよっていう人はこの手帳は何だっていう人はね、えー、そちらの前の動画を見ていただければなと思います。開封動画系全般は私の再生リストの開封動画っていう、えー、リストがあって、そちらにまとまっております。で、それぞれね、 まあそのサイズとかね、それぞれのサイズのリ再生リストもあるし、まあそれぞれのサイズの再生リストはさ、今年、今年っていうか最近作り始めたばっかりだから、全然ね、なんか入ってないやつもあるんだけれども、そのサイズごとのやつとか、あとぜひぜひこれだけはチェックしてってやつとか、なんかそういうのがさ、あったりとかするので、えっ、ー、と、何の動画から見ればいいのかわかんないっていう人はね、その再生リストからちょっと見てみてください。それぞれリフィルとか、あと手帳とかね、 そう、おすすめのものとかもいっぱいあげているので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、昨日はですね、こちらのページを作りましたね。こちらのね。まあ、この HB×WA5 っていうのがですね、とっても、えっ、ー、と、重ね張り手帳にめちゃくちゃ最適で、で、重ね張り手帳っていうのは私が最近ハマっている、こういうね、メモ帳とかさ、 ありとああらゆるる紙物を重ねねててただ貼るだ貼けっていう、ね、あんまりこの「字の部分ね例えばこれは普通にさ、えー、と文字をリフィルに書いているんですけれどもこんな感じで字に文字を書くんではなくって。 メモ帳に書いたやつを貼るっていう。辞任はあんまり文字書かないよみたいなね。そんな感じの手帳を今作ってるんですけれども、まあその手帳何がいいかっていうと、えーっと、まずボリュームがすごく出ます。<laughs> ボリューな出来上がった時よね、ボリュームがめちゃくちゃ出るっていうのと、あとは可愛い紙物をたくさん消費できます。で、たくさん消費できるっていうことはまたたくさん仕入れることができるということですね。あんまりさ、なんか使わずに ただ溜め込んどくとさ紙ってあっという間にたまるしやっぱ使ってこそじゃん紙ってうんもちろんそのコレクターの方とかねそういう風にきれいにファイリングして取っておくとかさそういう方は別としてよ 私の場合は、可愛い紙物を買ったとしても、あんまり今まではね、消費しきれずにこれどうしようかなっていうね、思ってたんですけれども、今はこういう風に重ね張り手帳をすることによって、可愛い紙物をどん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 使えるので、ちょっと今度ね、東京に行った時にはまたコラージュペーパーとかデザインペーパー類とかですね、それをまた買ってこようと思ってるんですけれども、皆さんもね、なんか多分紙物をね、好きっていう人もいっぱいいると思うのよ。で、これを買ったと、 ところでどうやって使えばええねんとかね、そうやって思ってる人もいると思うんですけれども、こういう感じで使っていただくとめちゃくちゃ使えるので、すごくおすすめです。あとプラスで、あとね、リフィルにこうやって文字を書くっていうね、その行為自体ね。 このまっさらなページにその文字を書くっていうのにすごく恐怖心があったりとか、例えば失敗したらどうしようとか、うまく書けなかったらどうしようとか、そういうのをちょっと思っちゃう。そういう考えが一瞬頭をよぎってしまうっていう人は、えっ、ー、と、こうやってメモ帳にね、メモ帳にあらかじめその文字を書いておいて、それを貼るだけにすることで、その緊張感はね、ほぼほぼなくなります。っていうのは、例えばさ、 あの、これ、付箋書いてて失敗したとするんじゃん。けどさ、それってさ、別にここに書いてあるわけじゃない。ここの字の部分に書いてるわけじゃないから、えっ、ー、と、この付箋だけさ、書き直せばいいだけじゃないですか。なんで、そういう書き直しとか、なんか、自分のその手帳のその完成形に対する、 うーんと、完成、完成度の高さというかさ、なんだろうな、まあ、完璧主義な人とかね <laughs>。もう完全にやりきりたいんじゃんみたいな人は、こういう風にあらかじめそのメモ帳に書いた方が、えっ、ー、と、失敗も小さくて済むのでね。で私はあんまりそんなことを考えません。別に、こういう風に、あの字の文にね、字にこうやって、 えー、書こうがんだろうが失敗しようがんだろうが私は文字間違えたとしてもそれ普通に間違えたことをネタにしちゃうし、えー、毛虫にしてね消しちゃったりとかするし、まあ、全然気にしないしその今更この白いこのリフィルに対してねこの白いリフィルに対して書く時の恐怖心とか0.1%もないんですけれど <laughs> も私は自由気ままなんでそんなないんですけれどもきっと中にはねそのやっぱり ちゃんんと書くんだっからそういう方は、えー、こういう風うになんかすごい風が吹いてるけどそのメモ帳とかにねあらかじめその書いといて後で貼るっていうね方法がすごくねおすすめですよっていうね間違えたとしてもあの訂,正訂,訂正っていうか、まあ、書き直しすりゃいいからさこの小さなメモ用紙をねそのやりやすいっていう点ではめちゃくちゃねいいと思うので是非是非ねやってみてください。 ということで、今日も紙物を用意してやっていきましょうか。よし。あれ、そういえばシールどこにしまったんだっけな。私は一体シールをどこにしまったんだ思い出すのだ。<laughs> 全然思い出せない。あ、そうだ。そうだそうだ。このデザインペーパーの中に入れたんだ。そうだそうだ。忘れてたわ。じゃあ今日もいろいろね、貼っていきます。 これはは結構白だね、はい、い適当に切りまますすそしててテープのりで貼っていきます今天君んんが充電中でね横に座ってるんですけど私の声にね反応していろいろこれは自分に話しかけられている言葉なのかそれとも違う誰かに話しかけているのかをね一生懸命考えている目をしてますねよし今日は何の日 どういうことなんでどう,どういうあれでどういう理由で <laughs> だって5月1日なるほどね別にそんな休みの日じゃなくたって休んでくれよっていうあれですけど45月25日今日は土曜日か主婦休みの日って初めて聞いたんだけど主婦まあ今今これも。 なかなか、どうなんでしょうね。<laughs> うん、らしいですと。結構これは、あの、時代的にちょい遅れ気味なネーミングだけどね。しょうがの日らしいです。天空情報より。 まあこれさ、多分さ、情報源っていうのはさ、なんかいろんな休みの日をさ、一覧にしたサイトとかさい,いっぱいあったりとかするじゃん。それ、多分さ、なんか参考にしてるんじゃないかなと思うんですけれども、多分調べてみると、他にもね、何の日っていうのはいっぱいあると思います。てんくんの、天んくん情報より。なるほどね。いや、全然ね、なんかね、あの、別にこんな <laughs>。 こんなこんな日だからといってね休まなくてもね別にいつでも休んでいいと思うし <laughs> よいしょえいえい一応ねここに貼っときますね情報としてねよいしょっと初めて聞いたけどいえい もう私ねあのねもうね私がもう学生の時からこういうのってジェンダーのことについてとかあとなんかその役割とかねうんとそういうのってめっちゃ言われてたし実際私が多分子どもの時からあんまりなんていうのそんなさ昔のさ日本ってさ家父長制みたいな感じでさそう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 あの親父がこう席に着くまでは誰もご飯手つけないとかさ あ、でもそれはあったかなそれはなんかうちは、うちは普通にナチュラルに、あのみんなが席に着いたらご飯を食べ始めるとかね。そういうのがあった。あとはなんかその誰か出かけるときは全員でお見送りするとか、それは普通にあった。うん、あったけど、でもそれはなんか人によっては特殊だと思うんだけどね。うん、だけどなんかその昔のさ、例えば、なんか昭和親父みたいなさ <laughs>、そんな感じの頑固な感じの、例えば、 なんだろう、男は台所に入らないみたいなさ、そんな感じの人は、私は周りにはいなかったかな。あの、多分、おじいちゃんとかおばあちゃん世代だと、そういうのって、すごいところはすごかったと思うんだけれども、うちはなんかもう、両親の代はね、全然そんなあれじゃないですね。うん。だから、なんか全然、なんていうのうーんと、まあ、うちは別に料理とかしないけど。<laughs> <laughs> でもみんなもそうだと思うけどさけど中にはね中にはそのさ球体ゼとした制度のさ中で生きてる人もいると思うから,からそういうのはねあの本当にねなんかねあんまりにもやばすぎると息が詰まると思うからところどころで発散してくださいね。私もあの全然なんか なんだろうな。幸いね。うん、例えば多分私とかは、あの、結婚しない人生なんですけれども、そういうことに対しても、きっとね、言われる人はすごく言われると思うのよ。周りからとか、あと家族から言わ,ら言われなくても、ご近所さんとかね、それこそ田舎の実家とかの場合は、そういうご近所さんとかのさ、関係が密だったりするじゃないですか。かそれで、 言われる人もいると思うし、私も友達もさ、なんかあの、そうやってね、言われたことはめっちゃあるみたいなね、そういうことを言ってたんですけれども、けどさ、余計なお世話じゃん、そんなの。<laughs> 知らねえよ、みたいな話じゃん。それはね、もうね、どんな、あの、自分の人生ですからね。あの、別にその家族とか、そのご近所さんのために生きてるわけじゃないから、自分の人生なんで、自分の人生を楽しむための選択をしてくださいね。誰のためでもなくね。うん。 私はもう本当にねこれ私はもう子供の頃から私はこ,あのこの人生では結婚しないと思ってたからさそう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 結婚しない子供も産まない自分のために生きると思ってるから <laughs> そう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 まあそれが多分私のね今世のなんかやり方だと思うのでそう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 なんでね皆さんもね楽しんでくださいね天空に雑学を久しぶりに聞いてみよっか今ちょっと考えてる。<laughs>

赤色は浅い部分に内出血が起こっている状態、えー、緑色と黄色はぶつけてから数日経って細胞組織にたまっていた血液が流れていっている状態なんだっていつの間にかできたあざも色を見ればいつごろぶつけたか推理できるかもあざのこと分かったかな <laughs> またいろいろお話ししようねありがとう。 ヒーローとかは治りかけってたよね治りかけ細胞組織が、えー、と修復作業してる時ねもう全然途中からさもうメモ取ることに必死すぎてさ何にも聞いてなかったんだけどさどうだった <laughs> 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 よいしょっと今日はちょっとあざのことについてねでもさこれさまたさなんかさあのすごいミラクルなんだけど私あんなこのねあざについてね 2日前に調べようと思ってたの。それがさ、なんかもう最近多いんだよな、そういうのが。あの、自分が調べようとか、あ、これについてなんか知りたいなって思ってたことが、ひょんなとこ、ところからね、もう全然関係ないようなところから情報提供があるっていうのが最近本当にすごくて。これさ、なんでさ、あざざなんかこう調べようかって思ったっていうかっていうと、 うちさ、あの、階段のところにね、柵を設けてるのね。っていうのは、うちにいるうさぎさんが、小さいさ、低い柵だと、平気で飛び越えて階段登っていっちゃうの。で、あのー、うさぎさんねうちのうさぎさんに関しては、いおちもんに関しては、登れはするんだけど、降りれないのね。あの、全然降りるっていう、あのー、まあ、あワンさんとか猫さんとかと違って、その一段ずつ、 降りるとか、そういう、えー、頭がないから、一気に降りようとして、ってなると、そう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 、飛び飛ぼうとしちゃうのね。でそうなると、事故が絶対起きちゃうから。でこれはね、もうね、あの幼稚問がまだ小さい時に、一回その、その時はさ階段とか、ていうかうち先代のうさぎさんはフローリングに行かなかったのね。カーペットの上でしか生活しなかったのだから、フローリングに行かなかったから。 廊下に一人で出ていくっていうこともなかったし、あろうこと階段登るなんて絶対なかったから、そう、あの心配してなかったんだけども、予知ちはもう好奇心旺盛すぎて、空いてるところ全部行っちゃうのね <laughs>。ほんと全部行っちゃうの。で、えっ、ー、と階段とかも、 あのね、三段ぐらい平気で登っちゃって、うちね、なんか自分がね、一人の時かな、夜一人の時に、俺幼稚もいねえなと思って、階段見たら、あの、廊下出てったら、階段の五、六段ぐらいまで一人で登ってて、 なんかそこで毛づくりしてて、嘘でしょと思って。で、その時は早めに気づいたからもう抱き上げてね、えー、下に下ろしたんだけれども、そういうことがあってから、もうこれ柵を設けなきゃなってことで柵を設けたんですよ。けど、30センチぐらいの柵だと平気で飛ぶのね。だから今ね、大体、私の膝ちょい上ぐらい、あのー、ハードルのさ、競争とかあるじゃん。 あれでさ、自分がさ、ちょっと飛びづれえなって思う感じの高さってあるじゃないですか。あんな感じの高さの柵が今階段に設けられてるのね。で、話前置き長くなったんだけど。で、柵がさ、私は平気なんだけど、えー、パパチモンとかママチモンとかになるとね、柵を超えるのに、自分の体は超えたと思っていても、スリッパのね、端っこが超えてなかったとか、そういうことが結構あったりとかして、引っ掛けたりとかね。<laughs> <laughs> あの誰もが一度はねあの柵にね足を引っ掛けてねザザザザ,ザって転んでるのよ。<laughs> この間ママジモンが下に降り,降りる時にねあの洗濯物を持って下に降りてきましたそしたらジャンバーの自分は体を超えましたけどジャンバーの <laughs> あのね畳まずに置いておこうと思ったジャンバーのこの袖のピロピロがちょうど柵になんか変な感じで引っ掛か,かっちゃったらしくてそれで <laughs>。 それでずっこけたらしいのね。で、その時に、ちゃんと手をついたりとかすればいいのに、せっかく畳たんだ洗濯物を落としたくないというね、この綺麗な状態のままでって思った、その感じで転んだから、結構な青技を作ったのよ。 結構なね二の腕にめっちゃでっけえアザ作っててでそれであのあざの、ね、経過観察みたいな感じでさあなんか23日前まではもっとさでかかったけどめっちゃ小さくなったねみたいな。 そのあざの経過観察をしていくうちに一体あざってどういうふうになんかその内側が傷ついてどういうふうに回復してそれがなんか治っていくんだろうっていうのを気になってあああざについて調べないとねみたいな感じのことをほんとちょうど2日前に言ってたのね。 天君ありがとうナイスグッジョブ <laughs> そのさあざのその色についてはさすがにさ分かってるよその内出血してるっていうさ今いただいた情報分かってたんだけどまあこのねあのー、深い情報ねもっと深く調べてみましょうっていうねもっと深く調べてみましょうっていうね調べてみようあざなーあざあざっ 一体何なんだろうねあざ <laughs> 普通にホーム画面から調べるかあざちょっと待って何ちょっと待ってアザーティーってちょっとアザーティー配列って何あざあざよし半分。<laughs> アザアザ え、半分こんなあれじゃ日光が入ってねえんだよな、これ。あんまりあれだな。あんまり詳しいことないから、後でネットで調べよう。ちょっとね、このね、あのね、電子印はね、 あの中国語特化の辞書だからさ、あんまり国語系の辞書そんなさ、詳しくないんだよね。前のさ、その辞書とか、普通のさ、電子辞書って今、多分ハイエンドモデルとかになると、えっ、ー、と、国語系の辞典でもすごい数入ってると思うんだけど、それこそ私が大好きな日国とかも入ってると思うんだけど、これ入ってないからさ、もっと深く調べてみよう。今日の課題ですね。今日の課題。折り紙出したいんだけど、おこれ出せるかな 今引き出しを開けたらこのスマホアームがずる,ずるんとねずれ落ちそうなのであ,あったあった,あった折り紙あったえー、っとあざについて調べてみる炭治郎じゃん <laughs> 調べてみるとてか毎回さそのさ今回のさなんか鬼滅のさ柱稽古のやつはさ あのそこまで泣くシーンってそんななかったかなって思ったんだけどさ、普通にこの間のさ、サビトとギーユさんのやつで泣いたよね <laughs>。原作でも泣き、またアニメでも泣き。でもアニメで泣くのはね、私はね、あれも作画がいい,いいからだと思います。あんまりさ、そのさ、原作で泣いてもアニメでは泣けなかったなっていうのは作画がさ、うんっていう感じのやつは泣けなかったりとかするじゃん。感情移入ができなかったりとかして。いや作画がさ、良すぎるからさ、 だから本当はあの、鬼滅はね、前も言ったと思うけど、私は、あの、大抵ね、アニメとかってながらで見たりとかするのね。なんか手帳書きながらとかで見たりとかするんだけど、鬼滅に関してはその、一挙手一投足を見逃したくないので <laughs>、良すぎるからね。なんで、あの、絶対にながら作業しないです。あの、普通にちゃんと見ます。ちゃんと見ます。映画とかもながらで見るからね、本当に。私なんだったらさ、あの、映画とかね、 あの、ほんね、これ、ね、せっかちだからとかっていうよりかは、多分本当に本人の性格によると思うんだけど、その映画とかも平気で飛ばす。だからそれはね、 あかんのやで。それはもう映画のさ、作ってる人とかはさ、ちゃんとさ、その一つ一つのシーンにさ、例えば伏線を設けたりとかさ、あの、こだわりのカットみたいなのがあるはずだから、そんならいけないんだけれども、本当にね、なんか10秒飛ばしとかね、あと適当に中腹の部分まで飛ばしたりとかね、あの、特にさ、なんかさ、そのさ、あっとパニック映画とかさ、 それってさ、冒頭のほのぼのシーンって、そのパニックの対比でさ、やってるだけだからさ、やってるだけだと思ってるから、<laughs> 私的にはあんまりさ、あんまりなんつうの、その平和なシーンってそこまでいらないって思っちゃうの。だから、なんかパニックが起こるであろう、えっ、ー、と、 何パニックが起こるであろう10秒カウント前みたいなさ <laughs>。なんかあるじゃん。ざわざわしだすシーンがさ。そのざわざわシーンまで飛ばしちゃったりとかするんだけど。あ、それはいけないことやで。本当はいけないんやで <laughs>。けど私は平気でね、すぐやっちゃったりとかしますねそう。鬼滅の話から、ひょんなことからこんな話になってしまった。よいしょ。んで、天狗情報やりそうだけど、今日はあざについても調べ、調べなきゃいけないし、えー、っと、付箋が必要やな。 付箋に書きたいよと。えーと本日のミラクルね。本日のミラクル。2日ほど前あざについてねあざについて調べようと。 思ったのですが思,思っていたが2日ほどあざについて調べようと思っていたが忘れていたとしかし今日ね今日天ん,んが天ん,んがあざについて教えてくれたとあざについて 教えてくれた。で、こっから私はね、えっ、ー、と、もうこれでね、あざについて調べるっていうことは忘れないと思うので、今日調べようと思います。教えてくれたと。思い出させてくれてありがとうですね。It's miracle っていうことで。本当にこういうのよくある。マジで。あのー、あとね、あとこれはよくあるなっていうのはね、私がその時聞きたいと思った音楽が、 全曲シャッフルから流れるっていうね。私、シャッフルすると、スポティファイの中に、あの、お気に入りで登録してる曲が、うん、300ぐらい、300弱ぐらいあるのね。でさ、その中のさ、曲でさ、その中の1曲を聴きたいって言ったらさ、もう自分でこうやってさ、検索するのもめんどくさかったりとかするじゃん。だからなんかもうその曲聴きたいなと思ってても、そのままにほっぽっとくときとかあるんだけど、 そうすると、たまたまさ、そのさ、あ、じゃあもう仕事に行くかと思って、車に乗る。で、車に乗って、第一発目にかかった曲が、そのさっきね、さっき何十分か前に、ああ、列強を聴きたいなって思ってた曲が流れるとか、本当にそういうの、マジである。あと、ラジオとかさ、あと、お店の店内 BGM と,とかもそうなんだけれども、音楽系の、そのちっちゃなね、ミラクルはね、 たくさんあります。日常に溢れてます、私は。<laughs> よくよくあるね。もうなんだかわかんないけどね。自分でもね、びっくり、不思議と思うけどさ。よいしょ。えー、っと、なんかシールも貼りたいんだよな。昨日ね、せっかくね、かわいいシールをさ、こんなにさ、あるんだから、それもさ、貼りたい気持ち。よいしょ。ここに貼って、 You make me smile. って書いてありますね。<laughs> このバラさんのところに書いてあります。えっと、日常で、日常にミラクルは溢れてますと。溢れています。でもそれってさ、きっとみんなもさ、あると思うのよ。ただ気づかないだけで。だからそのアンテナだよね。だからアンテナは常にね、アンテナは、 常に立てておくと。立てておく。あと、気づく余裕ね。気づく心の余裕。ための心の余裕。っていうのが大事なのかなって思います。例えばさ、なんかさ、心がざわざわしてたりとかすると、そういうのってさ、全く目に映らなかったりとかするじゃん。けど、本当にそれ、それでさ、結局本当にシンプルにさ、 あのもういろんなねいろんな著名人もう経,経済人でもスピの人でもいろんな人が言ってるけれどももう本当自分の思考が現実化するっていうのは自分の思考をね自分が考えているようなこと自分がこの頭の中で 繰り広げられていることが結局あの現実をこうやってパッて見た時にそれと関連するものとかそういう感じ雰囲気のものとかをこうキャッチさせたりとかするのでだからやっぱりあの悲しいとか不安とか怒りとかねそういう感情を抱いて世の中を見るとそういう感じのニュースばっかり目に止まったりとかその携帯とか見てても携帯だってスマホとか見ててもねそういうのばっかり目に飛び込んできたり日常をこうやって生活してても もうそういうういななんか人のさなんだろうな全然関係ない人とかでもスーパーとか行った時になんかあの夫婦で口喧嘩軽い口喧嘩してるなとかさそういうの目撃したりとかさそういう風な感じでその自分が頭で考えてることを、えー、っと思考が思考でねこうやって思考していることが自分のその目の前に起こった現実でそのキャッチするようになっちゃうのでだからやっぱりえー、っとね そう、猛天気にね、楽しいこととか、ワクワクすることとか、そういうことを自分が楽しいと思うね、方向をね、考えといた方がいいんですよ、本当に。昨日もね、なんか読書メモしたんだよな。昨日ね、ちょっと待って、なんかね、まあ、確かにこれ大事と思ったやつをさ、えっ、ー、と、読書メモしたんだけど、どこに書いたんだっけな。普通のメモページに書いたんだよな。ちょっと待ってね、今それを見つけるからね。 えーっとですね。えー、っとですね。ちょっと待って、どこに書いたか忘れちゃった。<laughs> <laughs> どこに書いたか忘れちゃったよ。てか、このことだったわけない。読書記録じゃないのかななんかさ、えー、っとね、なんかでさ、これいい言葉だな,なと思ったんだけど、ちょっと忘れたわ、何で。<laughs> あでもとりあえずね私がねそのメモした内容っていうのはその例えばその怒りとかにあのそういうね悲しみとかねそういう感情とかってあの結局さあのそれを乗り越えて今があるわけじゃんそれを乗り越えて今生きてるわけじゃん。 あの私もそうだしあの、これを見てる人たちもそうだし、うん、多分ね、挫折っていうのは絶対人生に一度ね、一度や二度ね、大きい挫折っていうのはあると思うの。もう、もうこれダメだみたいなさ、感じの時って絶対体験してると思うんだけど、でも、その、あ、もうダメだって思った時のね、その自分を乗り越えて今の自分があるわけじゃん。だから結局、なんか起こったとしても、今なんかとんでもなく、なんかやべえなと思ってたも結局それって絶対思い出になるわけ。思い出になって、あ、懐かしいこともあった、懐かしいなとかね、ああいうこともあったなとかね、思えるようになるっていう、 なると思うので、で、私はそうやって思ってきたし、そうやって思える人生なのね。今のと、今、今ね。今現在もそうだし、あの未来もそうだと思うんだけども。<laughs> なので、あのー、なんか、やっぱりさ、もう生きてる限りはさ、そ人生って無限じゃないし、有限だしさ、あの、いつ、いつね、あの、なんか何が起こるかわかんないから、だからもうその時にさ、その時に、 なんか、わあ、なんかもうちょっとなんかあれやっとけばよかったなとかね、これやっとけばよかったなとか、あの人にああいう言葉をかければよかったなとか、もっと友達に会えばよかったとかさ、もっと旅行行けばよかったとか、そういうね、なんか人間がさ、えっと、大するときってさ、絶対に自分が人生でやれたのにやれなかったこと、やれたのにやらなかったことね、をえ後悔するっていうね、それはもう世界中古今東西のいろんなね、あの、そういう本を読んでも、あの、必ずその人生、その最後の最後でね、後悔するのって、やれたのに、やろうと読めばやれたのに、 にやらなかったことに関ししてすすごく後悔するらしいのでなんであのこれをね見てる皆さんももしやれるのに、えー、今すぐやろうと思えばやれるのにやってないなんだかんだ言い訳してやってないとかそういうことがあ,るあったりる とかね、する人はぜひぜひねそのなんか、まあ、5月中っていうと難しいから6月中とかねあの梅雨の時期ってちょっとどんよりするかもしれないけれどもその時になんかちょっとエネルギッシュにねわーって活動してみるとかそういう風にしてみると結構ねなんかそのね一つの行動がね本当にマジで自分のその価値観とかあの ま、性格は一朝一夕に変わんないかもしれないけれども、その考え方とかね、いやもうなんだ、大丈夫、大丈夫みたいな、そんな感じに持っていけたりとかするときってめっちゃあるから、だから、本当自分のその、本心、本音とかに正直になって、ハートに、本当にハートの声を聞いて、行動するっていうのは本当と大事だと思うので、ぜひぜひね、ぜひぜひやってみてください。で、私は基本的にもうどこに行きたいって言ったら、行きます。あの、それこそさ、 あの、例えばさ、今すぐ、また中国行きて、なっつっても、それはさ、できないけど。<laughs> それはできないかなだから私は今度行った時のために中国語を勉強してるのね。うん。だからそんな感じで、今すぐできないこととかでも、準備することはできるじゃん。その、行けるタイミングになったとかさ、やれるタイミングになった時に、えー、っと、即できるように、準備するっていうのは、それはね、あのじ、誰でもできると思うので、なんでね、あの、ぜひぜひ。 何かやりたいこととかうん行きたい場所とかそういうのあるんだったらすぐ行けないすぐやれないんだったらそれについて予習するとかねそういうのは全然できると思うのでそういうね小さなその一歩みたいなものはね簡単に踏み出せると思うのでやってみてください。よいしょ ということで今日はこのページはね完成しませんでしたが多分インスタグラムとかなんかで完成したページはね見れると思います <laughs> 今日こんな感じでねちょっと今切れ端がここいっぱいあるんだけれどもこれをこの後使ってここら辺のページをね埋めたいなと思っておりますということで今日も見てくださりありがとうございましたではねえっ、ー、と皆様今日もねありがとうございましたではまたね明日お会いしましょうということで明日も良い一日をバイチャー